サハリンの鉄道。サハリンの鉄道は、ソビエト連邦、ソ連による南サハリン、南カラフトの実効支配に伴い、ソ連運輸通信人民委員会、及び同人民委員会を改組したソ連運輸通信省が編入し、現在はロシア鉄道公開株式会社、1000である、サハリン島内の鉄道について述べる。ソ連軍進行前については、 日本統治時代の南カラフトの鉄道の項目を参照のこと。1945年8月のソ連侵攻により、ソ連軍に接収されたカラフト鉄道曲線を母体とし、機間は日本国鉄標準の 1067mm だが、2003年からロシア鉄道標準の後期、1520mm に全面改め期中、全線非電化で、 営業キロは1992年には 1072km だったが、1990年代に、関山線区の運行休止が相次ぎ、現在は 804.9km、2012年、現在である。線区は、旧カラフト東線を母体とする、サハリン島東,東岸のコルサコフ、大止まりのグリキ線及びその支線と、旧カラフト西線及び、 南からフトタン高鉄道線を母体とする、サハリン東西岸及び東西連絡線のイリンク、ヒサハル春内アルセンチェフカ、新縫連絡線を含むシャフタイコールサハリンスカや、ナイホロタンザンアルセンチェフカ線、及び旧、豊か魔線のユジノサハリンスク、ホルムスク、モーカシ線で構成されている。1990年代には、ソ連崩壊後の経済混乱に伴う合理化で、 シャフタイコールサハリンスカやアルセンチェフカ線は、南端区間のシャフタイコールサハリンスカや、ホルムスクイコールソルチローボチヌイ、定管が物線化されているほか、日本時代からソ連時代にかけて一貫して、景観が美しい鉄道と称されてきた友人のサハリンスク、ホルムスク支線は、山岳地帯の中間区間、ノボデレベンスカや、オクスズから 77km ピケット9軒が廃止されている。 全線で列車集中制御が行われており、指令所は、ユジノサハリンスク、コルサコフのグリキッセン、コルサコフ、ドリンスク間及びザオジョールノエ・のグリキ間とホルムスク、シャフタイコールサハリスカやアルセンチェフカ線の全線、及びコルサコフのグリキッセンドリンスクザオジョールノエ間の2カ所にある。列車番号は、東岸は、北高のグリキ方が、下り、奇数で、 西岸もユジノサハリンスク、ホルムスク線、旧豊か新線全通時代を基準に、北高イリーンスク方が下りである。このため、ユジノサハリンスクからアルセンチェフカイリーンスク線を、経由し西岸に落する列車は、玉木数二つの列車番号が設定されている。貨物列車最大重量は、ホルムスクイコールソルチローボチヌイ、ホルムスク総車場ユジノサハリンスクザオジョールの絵。 発着列車が900トン、コルサコフ・ウズモーリエ発着及びユジノサハリンク、ポロナイスク・ティモースク発着、ティモースクのグリキ発着が3000トンと規定されている。旅客列車は、東岸のユジノサハリンスクのグリキ間で、客車長距離列車が、サハリン南部、アルセンチェフ海南の東岸及び、西岸、軽機動車2から4両編成及び、東岸中部、 ポロナイスク・ポベーノ館、客車2から3両編成で、近郊列車がそれぞれ運行されており、このうち食堂車付きの特別旅客列車1号2号、通称、サハリン号、ユジノサハリンスクのグリキ間、列車番号は2001年に運行を開始した、改め機構時に伴い運休中。鉄道の上下分離施策で二千十二年、ロシア鉄道市会社のサハリン旅客企業株式会社、本社、 ユジノサハリンスクが設立され、これらすべての旅客列車運行事業は同社に移管されている。同社はこのほか、ユジノサハリンスク駅ホムトボ空港間のシャトルバスや、改め機工時に伴う、鉄道代替バスの運行も行っている。サハリン島内には、運輸通信省によるこれらの連邦鉄道線のほか、1934年運行開始の、 総延長 34km、期間 1520mm、1999年、廃止及び1925年運行開始、1953年全通の、オハノグリキ狂気鉄道、総延長 233km、期間 750mm、2007年廃止、ポロナイスクティフメネボ狂気鉄道、1995年廃止、 ポロナイスクトゥルダボイ狂気鉄道2015年度目の各線が存在したが自動車交通への転移でいずれも廃止された。このうちをハノグリキ狂気鉄道線はソ連時代の1986年 1067mm に改めきして極東鉄道局サハリン市局当時に移管してノグリキき以南の路線と直通させることになり、 1998年の完成を目指して1990年に着工したが、ソ連崩壊に伴い二つの橋梁を建設したところで計画は破棄された。近代化と合わせて、基幹を日本時代の狂気 1067mm から大陸と同じ狂気 1520mm に全面的に改め期する路線再建工事が2003年から進行中である。 既存軌道の枕木を交換して、レールを一本追加する参戦機上方式で進められており、同時に老朽化が進んでいる、トンネル橋梁の改築や、線形改良も行われている。機関可変動力台車を装備し、改め機後の主力機関車となる、予定のの申請は2014年から始まり、ユジノサハリンスク機関区で試験運転が行われている。2018年3月までに、 全線の3分の2にあたる約 600km で第三機場の敷設が完了しており、同年夏季5月から9月には1日に最大10時間にわたって列車を運休して工事を進める公務前を週5日施している。この影響で平行道路が未舗装のスミルヌイフイ北を除く東西全線で列車本数の大規模な削減が行われ、 鉄道代替バスの運行や臨時航空便の運行などが行われている。特別旅客列車1.2号、ユジノサハリンスクのグリキ、通称サハリン号は改めて工事終了まで運休しており、この間、同列車用の上等車は、同区間運行の普通旅客列車603.604列車に併結す代替措置をとっている。また東岸では荷物、 貨物輸送の取り扱いを中止している。工事最終盤に予定している3ヶ月間の全面運休は同年3月現在、2019年夏に実施される見通しである。機関区は市区を含め4箇所にあり、担当区間は次の通り。ディーゼル機関車は型、形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 が、ユジノサハリンスク区、ホルムスク区、ポロナイスク市区に所属。 ディーゼル動車は、型が、ユジノサハリンスク区及びホルムスク区に所属している。90年代に使用された、キハ58系、形ディーゼル動車は、ユジノサハリンスク区及びホルムスク区に所属していた。ユジノサハリンスク駅に併設するロシア鉄道サハリン、鉄道歴史博物館は、日本統治時代に由来する、サハリン狂気鉄道線の歴史をテーマに2004年7月30日に、 開館した。カラフト町鉄道時代の1939年に申請された雪かき車、愛称、ジ島屋に軸長物車のほか、戦後日本から輸出された D51 系蒸気機関車、島内無塩化を実現させた形ディーゼル機関車、1993年から2000年まで使用された形ディーゼル動車、 元 JR 東日本巨波58系機動車などの 1067mm 機関車両と、オハノグリキ競気鉄道の 750mm 機関車両が展示されている。ユジノサハリンスク子ども鉄道は、ユジノサハリンスク市都市公園、ガガーリン公園内に1954年6月6日に開設された、運輸通信省南サハリン鉄道局の子ども鉄道。 総延長2 2トルで、期間は7 5 0ト、mm、ル。現在は、ロシア鉄道極東鉄道支社が運営し、車両や施設は、サハリン島内の鉄道を模したものを使用している。毎年月、火曜日を除く5月1日から10月30日まで、運行され、20校の児童、約200人が3人の指導員の指導を受けて、鉄道の運営に当たっている。 1945年当時、日本運輸省鉄道総局、カラフト鉄道局管内であった、国鉄線及び私鉄線、専用鉄道線を含む南カラフト、千島の施設及び資産について、ソ連最高会議官部会は、同年9月20日に国有化を命令し、翌1946年2月2日に公表した。これを受けて、 同日決議されたソ連人民委員会議令263号、南サハリンにおけるソ連行政システム及び法令の導入に基づき、ソ連国鉄を運営するソ連運輸通信人民委員会は1946年2月10日、豊原、1946年6月、ユジノサハリンスクに会場に南サハリン鉄道局の設置を指示した。南サハリン鉄道局は、 運輸通信人民委員会がソ連運輸通信省に改組された1946年4月1日に発足し、ユジノサハリンスク、ホルムスク、モーカ、ポロナイスク、シスカに鉄道地区部が設置された。戦後もサハリンにおいては1948年末の引上げ完了まで日本人の居住が認められたため、この間、 日本人が引き続き南サハリン鉄道局管内の国鉄線運営に従事し、ソ連側に業務を引き継いだ。運輸通信人民委員会及び運輸通信省は終戦当時からサハリン北部のネベリスコイ海峡に海底トンネルを建設して、南サハリン鉄道局管内の鉄道路線を大陸側と直結し、機関を日本時代の狂気3フィート六インチ、 1067mm からシベリア鉄道と同等の後期5フィート 1524mm に改めきする計画を立てていた。計画は後に 1520mm 回帰に改められたが着工されることはなく、1953年に海底トンネル計画の中止が決定されると改めき計画も消滅した。南サハリン鉄道局では一部に ソ連製の機関車を呼び、貨車の投入例があったものの、戦後も約20年間にわたって、戦前の日本時代の車両や設備が引き続き、使用された。また1948年に、新製輸出された日本製の D51 形状機機関車が、主力機関車として投入されたほか、1961年には、日本製の形ディーゼル動車8両が投入された。 南サハリン鉄道局は1963年、ハバルフスクの運輸通信省極東鉄道局の南サハリン市局に編入改組され、鉄道近代化が本格的に進められた。1967年には、鉄道用機関車の生産を目的に、モスクワに近いカリュガ州に開設された、リュジノースキー技術工場、現、レンプチムシュ株式公開会社、 デュジノースキー技術工場において、競技用の形液体式ディーゼル機関車、後同一形式で、後期用も搭乗の申請が始まり、翌1968年までに30両が投入されて、D51 形状機機関車を置き換え、1971年に無塩化がほぼ達成された。信号通信設備の更新も進められた。1966年に、 ユジノサファリンスク、ホルムスク線、旧豊タ新線のノボデレベンスカや、奥鈴屋付近の峠区間から自動信号機の導入を開始。第9次及び第10次5可燃計画において各線の信号自動化や CTC 化、鉄道無線網を整備。全動力車に列車無線が装備された。当時、東西を結ぶ唯一の路線だった。 ユジノサハリンスクーホルムスク線は、急旬な山岳路線で輸送上のアイロとなっていたため、極東鉄道局では同線に代わる、東西連絡幹線として、日本時代に未成線、マサヒサ線だった、サハリン島最強部のアルセンチェフカ、新類、イリンスク、ひサハル内間を結ぶ、新線建設を進め、1971年に開通。輸送の主力は新線に移行した。 1973年には、バイカルアムール鉄道、バム鉄道ターミナルのワニノとホルムスクを結ぶ、鉄道連絡線、ワニノホルムスク鉄道連絡線が就航し、車両構想を介して、大陸の鉄道網と接続された。これ以降、サハリン州内の鉄道では、日本製の競気用客貨車に代わり、高気用の車体を使用した客貨車が一般的に用いられるようになり、 劇的に輸送状況が改善された。本線、旧からト東線、ポベージの古都民北の北サハリン域内への延伸工事も進められ、1977年には南サハリン支局をサハリン支局に改称1979年にはサハリン北部ののぐりきまで開通した。 1980年代に入ると、主要駅のユジノサハリンスク、コルサコフ、オードマリ、ドリンスク、オチアイで、老朽化した駅舎に代わる、新駅舎への改築が行われた。また、日本時代からのスイッチバック式の駅だった、ポロナイスク駅は新設移転され、方向転換せずに列車が通過できるよう改められた。島内運用のみの機動車については、 老朽化した形の置き換え用として、後期用の形ディーゼル動車の機関を変更して導入する計画を立てたものの実現せず、1985年に富士重工業製のステンレス製ディーゼル動車系を輸入して投入した。1991年のソ連崩壊に伴って1992年1月20日、ソ連運輸通信省はロシア連邦運輸通信省に改組され、 極東鉄道局サハリン支局は、ユジノサハリンスクに設けられたサハリン鉄道局に採された。1992年には、リュジノースキー技術向上性型ディーゼル機関車が、形機関車の置き換え用として3両、申請投入され、1995年にも2両が、追加配備されて、ユジノサハリンスク、ホルムスク、ポロナイスクの各機関区に配備された。 しかし1990年代のロシア国内における経済混乱に伴い、高インフレーションによる予算不足とサファリン州内の人口減少による輸送需要減が影響し、鉄道運営は困難な状況に置かれた。機器の信頼性の問題から、形ディーゼル機関車のほとんどが旧車に追い込まれ、部品不足から形ディーゼル動車も旧車となった。 悪化する経営環境に対処し鉄道を維持するため、サハリン鉄道局は1993年5月の理事会技術経営拡大会議で運営の効率化と大規模な経費削減の方針を決定し燃料や車両、機械、施設、人員、財務の各面で抜本的な見直しを行った。同年10月には JR 東日本で廃車となった。 月ハ58系ディーゼル動車29両を無償譲り受けして部品取り用車などを除く17両を形ディーゼル動車として編入、1994年4月から通勤旅客輸送に使用した。また1995年にかけて、立ちのえ、新葉、あには、メタ高支線、旧南かば鉄道線を廃止したほか、ドリンスクスタロドゥープスコエ、栄浜支線、 旧カラフト東線、栄浜支線、ホルムスクネベリスク、本と間、旧カラフト再線の一部及びネベリスク、シャフタイコールサハリンスカや、ナイホロ炭山間、旧南カラフト対抗鉄道線など、輸送需要が小さい換算線区の旅客列車や、貨物車の運行を休止するなど、大規模な合理化を進めた。このほか、1994年には、トンネル施設損壊で、 往年の東西連絡完成だったユジノサハリンスク、ホルムスク線のボデレベンスカヤニコライチ区、ク、池の橋間が普通となった。同区間の開通には、トンネル12箇所、総延長5087メートルの修復が必要で、多額の経費を要することが判明したため、同線の運行休止と普通区間の廃止を決めた。一方、旧カラフトい線時代から存在するホルムスク。 イリンス区間のトンネル老朽化も深刻化したが、本土と東岸を結ぶ幹線であることから、迂回する新線を建設して1996年に開通させた。国内経済が安定した2000年代に入ると、予算、部品不足状態も解消し、形は役割を終えて2000年に運用終了。2001年には、光ファイバー通信網、サハリンイコールトランステレコム、 の整備に着手2002年にかけてホルムスクネベリスク間に総延長 454.4km の光ファイバーケーブルを付設した。さらに2002年7月、運輸通信省はサハリン鉄道局管内の狂気路線についてソ連編入当初の計画であった後期 1520mm に全面的に改めきする路線再建方針を決めた。 ロシア連邦運輸通信省が運営する国鉄事業は2003年国有企業のロシア鉄道公開株式会社に改装承継されサハリン鉄道局は同社のサハリン鉄道支社となった同年サハリン鉄道支社管内の改め機工事が着工した改め機工事はノボアレクサンドロフカオヌマにある第188度木機械局が所管 狂気車両による現在の列車運行を支障しないように、線路外法に後期用のレールを付設する参戦基場方式とし、橋梁の掛け替え、排水構造物の建設、軌道やトンネルの強化などの施設更新を同時に、進む2010年までに37橋梁、75排水施設と新線迂回トンネル2区間を建設した。 またサハリンイコールトランステレコムの光ファイバー通信網整備も2006年に北部ティモースクのグリキ間 121.4km の付設終了によって完成した。ロシア鉄道の2010年10月1日の組織改正でサハリン鉄道支社は運輸通信省極東鉄道局を前身とする極東鉄道支社ハバルフスクに編入され、 極東鉄道支社サハリン地域部となった。さらに2012年にはサハリン旅客企業株式会社が発足し、館内の旅客列車運行事業が移管された。サハリン鉄道支社時代から開始した改めき、鉄道施設改良工事は2011年1月1日時点で 328km で完成した。 同年度は前年を 10km 以上上回る 55.3km の改め期工事を施行して、改め期総延長は2012年春に 383km に到達。同年7月に路線総延長 804.9km の5割を超え、同年10月には 438km に達した。ソ連国鉄編入当時のネベリスコイ。 海峡海底トンネル計画は、その後も構想として残り、1992年に新設された運輸通信省サハリン鉄道局の B はシリーフ局長、当時がサハリントンネル都市公式の場で計画を再公表した。1999年にはニコライアクショーネン年運輸通信省が重要計画と宣言し、翌2000年には計画立案担当部局が 現地調査を実施した。2012年現在も計画は破棄されておらず、ロシア政府は2013年予算で基本設計費を計上する方針を示している。さらに、宗谷海峡を経由して、日本から欧州までの鉄道を直結する、サハリンイコール、北海道トンネル、宗谷トンネル、構想もあり、2011年12月15日には、ロシアのプーチン首相が、 大統領選挙を控えたレビ会見において、マミヤ海峡に加境して、沿海州からカラフトに鉄道を通す計画に関して、日本までトンネルを建設することも可能であり、検討中だと語った上で、シベリア鉄道を日本の貨物で満載することにつながると期待を表明したが、外交筋は日露政府間で検討している事実はないとしている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。